熊本からお伝えします。先ほど午後9時26分ごろ、熊本県内で地震が発生しました。えー、この地震によって、益城町で震度7を観測しています。えー、その他、震度6弱を観測したのが、熊本市東区、熊本市南区、西区、宇城市、玉名市、西原村で震度6弱を観測しています。えー、そして、今現在もまだ余震が続いている状況です。えー、机の下に潜るなどして、身の安全を図ってください。上から落ちてくるものや、倒れてくるものに注意してください。 え現在も余震が続いています今もこの熊本朝日放送内のスタジオでも揺れを感じています、えー、現在の熊本市内街中の様子、えー、情報カメラでお伝えしていますがカメラも小刻みに揺れているのが分かります、えー、慌てて外に出るのは危険です揺れが収まるまでは安全な場所にとどまってください、えー、また車を運転中の方などはハザードランプを点灯させるなどして緩やかにスピードを落としてください、えー、強い揺れに引き続き警戒してください今も地震の余震は続いています机の下に潜るなどして 身の安全を図ってください上から落ちてくるものや倒れてくるものに注意してください強い揺れに引き続き警戒してください慌てて外に出るのは危険です揺れが収まるまでは安全な場所に留まってくださいまた火の始末は揺れが収まってから速やかに行ってください えー、津波の心配はないということですが引き続き余震には警戒を続けてくださいまだ現在も余震が続いている状況です、えー、そしてご覧いただいているのが地震発生当時の KAB 社内の様子です大きな横揺れの後、えー、棚にあった本や テープなどが散乱している様子が分かります。大きな横揺れを数分間にわたって、えー、この k i b 社内でも感じました、えー。熊本市内で震度7、益城町で震度7を観測しています。熊本市内でも東熊本市東区や南区西区などで6弱を観測しています。中央区や北区などでは震度5強を観測しています。まだ今も引き続き余震が続いている状況です。机の下に潜るなど身の安全を図ってください。 また上から落ちてくるものや倒れてくるものには注意を続けてください、えー、車を運転中の方はハザードランプを点灯させるなどして緩やかにスピードを落としてくださいまだ慌てて外に出るのは危険です揺れが収まるまでは安全な場所にとどまってください放送家の中に落ちてこないよう離れてください松原さん聞こえますでしょうか すみません、今ちょっと呼びかけが聞こえていない状況です、えー、益城町,町などで震度7、引き続き熊本県内も余震が続いています、えー、益城町で震度7、熊本市東区で震度6弱、南区、そして西区、宇城市、玉名市、西原村で震度6弱を観測しています。